い、わかりました、プロデューサーさん。冬、いい子で待ってますね。はあ、ああ、もう冬を待たせるなんて、あいつマジでいい度胸してるわね。おはようっせん、冬子ちゃんと。あれ、一人っすか。え、今他の人の声したっすよね。どこにいるんすか。な、これはそのもしかして聞こえちゃってた？オーディションがあるから不良役の練習してたの。不良。じゃあさっきのは不良の冬子ちゃんなんすね。別の人みたいっす。もうそんなことないよ。まだいろいろ試してるとこなんだ。それ私も一緒にやるっす。なんか面白そうなんで、ほら一緒にやるっすよ。それじゃ私から行くっすよ。おらおら姉ちゃんよ、ちょっと面貸しな。こんな感じっすかね。うわー、朝日ちゃん上手だね。次は冬子ちゃんの番す。冬もやるの？え、やらないんすか？つまんないっす。ほら、早くやるっすよ。そっちこそいい度胸してるわね。さっきの方がもっと自然な感じだったっすよ。そうかな。怖いこと言うのって難しいよ。さっきの冬子ちゃんをまた見たいっす。もう一回やってほしいっす。なんだろうこの茶番。とはいえやりきらないとさっきのが吸ってバレるし。ほらちょっと面貸しな。この間の落とし前つけてやるよ。この私にそんな口叩いて無事に帰れるとでも思っているの？もう猫かぶったまま本当の冬を演じるってわけがわかんないんだけど。へへ、言ってくれるじゃねえか。後で後悔すんなよ。しかもこいつどんどん演技が上手くなってるし、冬だって本当はもっとできるのに。ほらほら、どうした？てめえじゃ私には勝てないって分かったか？うっさい！あんまり調子乗ってんじゃないわよ！あ、冬子ちゃん。あ、今のは、その。今のっすよ！やっと見れたっす！やっぱできるじゃないっすか！なるほどなるほど、冬子ちゃんの演技力興味深いっす。そんなに褒められたら照れちゃうな。お、冬子ちゃんネイルしてる気？うん、プロデューサーさんが来るまで時間もあるし、ちょっとお手入れしておこうかなって。いいじゃん、ちょい見てもいい？いいけど普通だよ。色もただのヌードカラーだし。どんな感じどんな感じ。おお、超綺麗じゃん。これ自前？サロンマリにやばいんですけど。ありがとう。手とか爪をお手入れするの好きなんだ。わかる。うちは友達と見せ合ったりするの好きなんだよね。あと、うち最近デザイン変えたんだ。ほら、見てみ。うわー、カラフルで素敵だね。でしょ？ポイントはこのでかいリボン。めっちゃ漏れたから友達にも評判よくってさ。お、そうだ！冬子ちゃんも今度うちみたいにしてみる？え？
メイちゃんみたいな？そうそう。あ、せっかくだし、メイクもうちと合わせようよ。メイクもメイちゃんみたいに？冬子ちゃんって、清純派って感じじゃん。ギャルっぽいメイクにしたらマジ迫力でそう。迫力？いつか髪とかもいじらせてよ。絶対みんなにもウケると思うし。うん、そうだね。で、やば、もうこんな時間じゃん。うち用事あるから。じゃねー。うん、お疲れ様。あんな爪とかメイクなんて受けが悪いに決まってんじゃん。だいたい冬の手が綺麗なのは当たり前だっての。どんだけ手入れに気を使ってると思ってんの？可愛いなんて言い合っても結局みんな自分が一番って思ってるくせに。でもさっきのヘラヘラ笑った顔、そんな裏とかなさそうだったな。っていうかあんま考えてなさそう。なんかバカっぽいし、うん。たまにはギャルみたいなネイルにしてみるのも悪くないかもね。